こんばんは。こんばんは。気まぐれ羊放送局なんですけれども、はい、金曜日ですね。金曜日です。はい。私昨日エディターズカフェってところに行ってですね。というのも7月1日にネオアコパビリオンというのがですねあるんですけど、その、会場の下見兼ねてですね、ちょっとエディターズカフェってところに行ったんですけどね。はい、東中通りにあって、でその後寄居町のある養老の滝に行ったんですよ。で養老の滝、ご存知の方は知ってるかもしれないですけど、あのですよね、通りの沿いですよね。そうですよね。通り沿いちょっと入るんだけどね、工事。あ、そうだったっけ。ちょっと工事、看板が取りにあるんだけど、そうなんですね。もしかしてお店ってなくなってるのかなと思ったら、いやいやありますよ、なんか言って、じゃあ行ってみよう。そうなんですね。そう、行ったらバッチリやってて、もうやってないどころか盛り上がってて、お客さん入ってました。お客さん入ってたよ。入ってました。で僕が高校の時からもう完全にあったから、もう、なんつうの、子供心にあそこはこう近寄れない大人の遊び場なんだな、遊び場なんだなと思ってて。行ったことはあるんですか。俺はね、多分ない、1回ぐらいあるかな、1回ぐらいあるような気がするけど、でまさかと思って行ったら普通に美味しく食べれて、最高でした。あ、そうなんですね。皆さんもぜひ行ってみてください。行きたい。安く行けた、安かったしね、瓶ビールが大瓶で、美味しかったな。ジオロの滝は人生で行ったことがないかもしれない。ないよ。前はチェーンって言ったらたくさんあったと思うんだけど。駅前とかにもあったじゃん、あった。今ないよね。ローソンの2階、元ローソンの2階のところ。だからジオロの滝情報持ってる人います？なんか最寄りの近くにジオロの滝あるよとか。関東は多いのかしら。どこなの？百南号店とかあったからね。とにかくいろんなところにあったと思うんだけど。今で言うとあれでしょ、そういう。なんつのわらわらみたいなとこじゃ。まあもちろんわらわらだし、白木屋みたいなとこ。そうそう、もっと言えば大吉みたいなもんだよね。なんつうの、フランチャイズ店みたいな感じで、ほら看板が取れるとその居酒屋始めちゃったりするんじゃないですか。大吉ね。多分そういった手のものだと思うんですけど、はい、ということですごく楽しい、楽しくよ昨日夜な夜な飲んでました。打ち合わせは終わったんですか。まあ、あったようなないような顔合わせっていう名の。そうですね、音楽話してましたけどさ、はい、楽しい夜を過ごされそうです、はい、いいですか。もはい、大丈夫ですか。はい、じゃあ始めましょうか。はい、はい、皆さんこんばんは。こんばんは。6月9日金曜日夜10時を回ってます。はい、トリオの気まぐれ羊放送局、鈴木聡トリオドラマ&コラスの秋ひろみです。そしてはい、そして鈴木聡トリオのボーカル&ギター鈴木聡です。はい、今夜もよろしくお願いします。今夜も Facebook をご覧の皆さんこんばんは。はい、はい、どうもこんばんは。 Facebook、 はい、なかなか好評なんですよ。あ、そうですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今週の出来事を今言ったので大丈夫ですか。ですね、よろしいですかね。はい、はい、じゃあ今日のそうです、今日の題は、はい、先週に引き続き、はい、トリオライトリオツアー in 東北ということでですね。はい、前回は、仙台のお話をしたんですけれども、仙台から移動して今度は山形に行くってですね、その山形話をしたいと思っています。なるほどですね。はい、お願いします。そうそう、先週持ってこうと思って忘れてたんだけど、仙台で立ち寄ったアンカーコーヒーってね、コーヒー屋の、アーリーサマーブレンドって言われて、ね、最近飲んでます。お土産に買ってきたやつを。はい、でも お味はの浅いの、普通の深いの。普通ですね、中入りってやつ。中入り、はい、これも中国の豆がブレンドされてて、割とトリオブレンドに似てる味、魅惑の羊ブレンドに似てる味でしたね。そうですね、あれだよね。お散歩なんか行って、なんだ、カタツムリ猫あったりとかして、すごい可愛いジャケット。あ、そうですね。これ楽しく飲んでます。はい、はい、です。養老の滝情報が入ってますよ。あ、来ました。緊急で吉祥寺の駅地下に養老の滝ありました。 ありましたね。ありました。今はなかったようなっていう情報が入ります。吉祥寺の駅地下、はい。お、まだ養老の滝まだやってたんですね。それ系で古町に残っているのは郵便局脇の安部くらいですかね。奥だ、あそこだね。安部ね、郵便局の奥だよ ね、はいはい。あそこまだやってんのかな。安部やってますよ。やってます。安部やってる。安部って言えば駅前しか行かなかったけど。あ、そうだ、古町のそのほら郵便局の裏だよね。そうですね、あそこやってんのかな。やってんじゃないかな。あそこラーメン屋もあったよね、その細い工事に。ありましたよね。なんだっけ、
一世を風靡したラーメン屋なんだから。こんな興味深いこと話しないの。あ、すみません。はい。すみません。はい。じゃあお願いします。なことでですね、まあ、仙台から山形に移動してきて、はい、山形に着いて、午前中に着きましたよね、それでもね。山形は。うん、午前中着いて、うん、仙台からね、1時間かかんないんだよね、高速使うと。そうですね。で、まあ割とそんな感じで行って、三直市場行きましたですよね、うん、三直市場行って、うんうん、まあ、何かというとさくらんぼ買おうと思って、せっかくもう山形そうです、ね、山形来たらさくらんぼが入って、うんうんうん、喜んでたらない、そこに売ってないっていうですね、うん、三直に行きはるだろうぐらいに思ってたらもうなかったんですね、なかったですね、うん、午前中にもう売り切れちゃうのか、いやどうなんだろう、時期が早かったのかもしれないですね、早かったんですかね、うん、本当に何のフェースっていうかの売り場もなかったよね、まだイチゴとか並んでたから、まだ時期がちょっと違ったのかもしれない、ちょっとは分かんないです、まあ、こっちは年中あるものだと思ってますから、そうですよね、今はでもまさに今があれなのかな、そういう今はもう新潟も並んでるから、そうだよね、一番旬になるかもしれないよね、うんうん、そんな感じでもうカフェプレイグランドカフェボックスに、行ったんですけど、そこは七日町って言って、まあ、古い町並みというか新潟でいうとこの古町みたいなものに当たると思うんですけど、町並みでそこにあのカフェがあって素敵なカフェなんだけども、結構広くてね、まあ、再三お話ししてるんですけど、映画好きが集まるカフェで、その壁一面に映画のパンフレットとか、まあ、音楽の CD ももちろんたくさんあるんだけども、ザーッと並んでて、本当にすごい蔵書っていう感じでしたね、もうなんかもう趣味の範囲を全然飛び越えて、もう図書館みたいな、パンフレットがザーッと並んでました、うん、そんな感じでちょっとのんびり過ごしまして、そこでなんかランチをしたりして、結構のんびりやってましたよね、始まる前ね、そうですね、割とゆっくりさせてもらいました、目を閉じて、早めに着いたんでそれでライブをやって、まあ、ライブは2時からかな、ランチタイム一通り終わって落ち着いた頃にライブ始めて、まあ、30分アコースティックトリオをやったんですけど、まあ、それでまあ、それもまたコーヒー飲みながらのんびりやってで終わって、ですごくいいライブだったんですけどね、でちょっと動画も上げたりしたんですけど、だからその一動画もスマホで撮ってたので、ちょっと編集動画作ろうかなとかちょっと今思ってます、うん、でそこで山形を出て、文章館だよね、文章館っていう、はい、日本の目の前に文章館っていう山形県郷土館っていう有名なところがあったので、そこをちょっと見学は中入れなかったんだけど、うん、外だけ、はい、散歩しました、そうだよね、なんか昔の議事堂だかなんかね、そうですね、はい、そう、そんなことし記念写真を撮ったりして、うん、まあ、山形滞在は本当短かったんだけど、うん、3時間4時間ぐらい4時間もいなかったか、それで、うん、どうだったかな、そうですよね、でもうそのまま新潟にこの下道で、帰ってきました、山形からだと、まあ、南陽ってとこ通ってこう奥美の方をこう抜けていくか、まあ東洋、まあ、緩い峠を越えていくんですけども、まあ、そこでお決まりのですね、僕は芋煮が食べたかったもんですから芋煮を食べるんですね、それがもう時間ギリギリで5時半ぐらいだったかな、もう道の駅が閉まるぐらいだったんですけど、ギリギリ滑り込んで、5時半だったかな、なんか券売機で買うんですけど食券を、うん、あと確かもうあと2分ぐらいで5時半で、そうだよね、5時半にもう券売機閉めますよっておばさんが鍵持って叫んできてあと2分しかないんだな、そうで、サイズ何にする第1優勝みたいな、うんうんうん、そうで、なんか芋煮ラーメンとか、芋煮うどんとか芋煮そばとかあったけど、じゃあ芋煮だけにしようみたいな、うん、っていうので、はい、ギリギリ間に合いました、そうだね、はい、よかったです、あそこは良かったな、うん、うん、そこ飯出っていうところなんですけどね、うん、で、そこに道の駅みたいな感じでお土産物もちょっとあって、はい、でこれ分かったのかな、これはあ、それね、違うところだった、違うところだったんですけどで山形さくらんぼサイダーっていうのを、ね、聞きましたけどね、はい、そこで、あそこはなんか山形ワインとか買ったですね、あ、そうですね、で、
でなんかそんな感じで、まあのんびり帰ってきたっていう。でちょうど雨が降ったり止んだりみたいな感じで、常に降ってましたっけ？寿司さん寝てた。あ、僕はちょっとね休憩したんで、あの分かんないかったかもしれないですけど、雨は常に降ってて、そうそう、起きたら霧みたいになったりとかね。そうですね。そうそう、すごくちょっと幻想的な、まあ、こっちは息吹で乗ってるからなんですけど、幻想的な雰囲気で帰ってきて、はい、そう。で113号線っていうのを通って、最後まあ高速乗って新潟こう帰ってくるんですけど。そう、なんか途中もう体内とか、なんか村上だったっけ、体内だったかについて、うん、もう高速、もう私運転だったんですけど、ああ、もう高速乗らせてくださいって言って申し訳ないけど、もう高速乗っていいですかとか言って高速乗って、もうちょっと使え、もうあの峠も結構峠なんですよ、割と峠なんです、あの、うん、雨の峠で、あそう、うん、ちょっと危険なんだよね、あそこね。で、ほら、霧もかかってるから、うん、結構見通しが悪くて、うん、割ともう、でも、ね、こっちも疲れてるから眠たいのに霧で雨で、もう暗い、ちょっと怖いみたいな頑張りましたっていう話をしてました。頑張ってくださいました。はい、頑張ってくださいました。いいですよ、はい、運転好きなんでってことでしたね。そんな感じですかね。はい、あのとても楽しいツアーでした。だから福島ぐるっと回って、あの宮城に登ってきて、で宮城から山形入って新潟戻って、まあこう軽く一周したわけですね。うん、2日間で、まあ、一周、何をこう一周とするのかあるんですけど、どこを持って一周かっていうのがあるんですけど、うんうんうん、まあ、そこそこ走行して、だ結果ほら行きで道間違ったって先週お話ししたんだけど、それは逆に良かったねなんて言って帰り道話しながら帰ってきたんだけど、ほら帰りも行きも帰りも高速とか、行きも帰りもほら下道だったら、そうだね、使ったし、あれなんだけど、なんか帰りの車でそのツアーの総括やったんだけど、なんか全部良かったねみたいな話をしたんだよね。なんかそういうダメ出し的なことは僕はあんま好きじゃないんで、うん、なんかこう道間違っても、あ道間違って高速で行ったから早く着いて牛タン食えたよねとか言って、うん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 、で帰りは帰りギリギリ芋煮食べれたよね、良かったよねみたいな。そう、芋煮ね、でもね危うく食べれなかったですよ、裏話だと。あ、そうなんですとね、うんうん、そうそう、で私運転で金く隣にいてナビしてくれてたんだけど、うん、で芋煮のところがなかなかないんですよ、道の駅が、はい、これあこの辺にあるはずな道の駅がないんだよね金子くんとか言ったら、あこれ道一本ちょっと違いますねとか言って調べてくれて、でもここを左に抜ければ出れますとか、ちょっとだけ戻るけどとか言って、じゃあちょっと行ってみようとか言って、そしたらちょうどその道の駅の近くで、あそこそこ、もう めっちゃミラクルプレイ、うん、金子ナイスナビ、さすがさすがリズム隊のぴったりということで寝てたから分かるでしょ、はい、私は寝てましたそうそう、うん、っていうこともミラクルがありました。はい、はい、ありがとうございます。金子ライトはい、ということでした。はい、そのことでした。はい、ではあの告知をお願いします。はい、お願いします。はい、はい、今言ってました、7月1日エディターズカフェでネオアコースティックパビリオンということでですね、新潟ということで、いつも東京でやってる企画だそうなんですけれども、ちょっとこちらでこちらを持ってじゃあこれを持ってですけど、はい、じゃあおのおので、おのおのチャンネルで、はい、そうですね、こっちです、はい、が行われます、鈴木さんと一人は演奏はね、7時からかな、7時から30分です。ゲストに、元ブリッジのあのカジ君みたいなバンドですよね、ブリッジのスリーベリーアイスクリームっていう、判定したのかな、判定したね、判定しますね、うん、池水さんが、登場しますので、ぜひお楽しみにしてください。その DJ もたくさん出ます。ヤングマスター、新潟もヤングマスターを中心とした DJ グループ DJ 陣が出ますので、ぜひ楽しみにしてください。はい、お願いします。お願いします、はい、またこれはね、おいおい毎週毎週宣伝をしていきたいと思うので、はい、はい、そんな感じですが、はい、そうですね、はい、今日のことね、はい、大丈夫だと思います、はい、はい、いいですか、言い残したことは、はい、ありませんはい、じゃあよろしいですか、はい、ではそろそろ終わりかりにいたしましょうかね。はい、来週は6月の16日金曜日、あ、今日何の日か分かります、そういえばロックの日でした、ロックの日でした、あ、そう、それ言うつもりだったんだ、あ、そうだ、
あ、いつもよかったね。6月9日ロックの日、皆さんいかがお過ごしでしょうかっていうのを言おうと思ったんだけど、うん、今言ってました。すみません。なんか来るかなと思って、うっすら待ってたんですけど。ああ、いや俺も、ね、言うつもりでいた、全然。で、なんかほら、そういうロックのネタでもなんか仕込んでるかなと思って。夜の時の話しかしてなかったね。うんうんうん。まあいいんですか。あとはじゃあ投稿の方で。投稿の方で、フォローさせていただいて。お願いいたします。はい、来週は16日金曜日、また夜10時にお会いしましょう。お相手はトリオの青木と。はい、トリオの鈴木でした。はい、皆様今夜もありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、良い週末を。良い週末を。はい。あ、なんかね、コメントもいただいたんだけど、ちょっと読み切れなくてごめんなさい。あ、本当ですか。芋煮は味噌豚ハットか、醤油牛ハに分かれますが、どちらでしょうか。あ、醤油だったね。醤油だったかな。じゃあ醤油牛ハでした。牛でした。うん、そこの道の駅は、はい、美味しかったです。ありがとうございます。また来週。はい、また来週。